ジャウメ・ドメネック・サンチェスは、スペイン・バレンシア州、カステリオン・県アルメナーラ出身のプロサッカー選手。プリメーラ・ディビシオンのバレンシア CF に所属している。ポジションは GK。2007年に、ビジャレ・アル CF のカンテラに入団。2009年に、プロ契約を結び、2009から10シーズンは、ローン移籍で CD オンダでプレーし、トップチーム入りを目指すも、C チームから抜け出せず、 2012から13シーズン、限りで退団。その後加入した CD パロでレギュラーをつかみ活躍すると、2013年冬に、ウラカンバレンシア CF へ移籍。そこでは活躍することはできなかったものの、2013年夏に、ウラカンバレンシア CF の監督を務めていた、ニコエステベスが、バレンシア CF の B チームである、バレンシア CF メスタージャの監督に就任する際に、 同チームへと引き抜いてきた。2015から16シーズンにトップチームに昇格。2015年9月12日のスポルティングで基本、戦で、ジエゴアウベストマシューライアンの負傷欠場を受けて、ヌーのエスピーリト・サント監督はドメヌクを先発に起用。ドメヌクは期待に応え、リーガデビュー戦を1から0の完封勝利で飾った。さらに2日後には2018年までの契約に合意した。 2020から21シーズンは、オランダ代表、ヤスパーシレッセンの負傷もあって、開幕から出場を続けており、終盤戦こそは復帰したシレッセンにポジションを再び譲ったものの、シーズン通しては、シレッセンを上回る28試合に出場した。ありがとうございます。